あ、よろしいですかね。はい。はい、それでは、セッション2ですね。2番目のセッションいきたいと思います。フリーランスが出会う現場のタスク管理法あれこれということで、クレマデザインのデザイナーのクレマ、すいません、黒のアキコさんにお話しいただきます。黒さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました黒野明子と申します。少し自己紹介させてください。フリーランスのウェブデザイナーで2003年から15年ぐらいフリーとして活動しています。その前はウェブ制作会社とかと印刷系の、デザイン事務所に勤めたりしておりました。で今、割と多い仕事は小売店とか小企業のウェブサイトの構築と運用、あと小中規模のウェブサイトの UI 設計、あとイラストレーター、フォトショップ、XD 関連の講師業とか書籍執筆とかをしてまして、それが講じて Adobe のコミュニティエヴァンジェリストというのになってます。なので若干 Adobe の手先ですが、よろしくお願いします。では今日の私のお題は、フリーランスは案件ごとに環境が大きく変わるので結構お客様によってタスク管理が異なるというお話をしてみたいと思います。でどのようなタスク管理が可能かっていうのはお客様の方の IT リテラシーに影響を受けるなと思っています。そこで、お客様とあと私の IT リテラシーのレベルに合わせた4つのケースっていうのをちょっと見ていこうと思います。初級編はもう本当にパソコンが苦手な方を対象にメーリングリストで全てをやり取りするっていう方法です。で中級編だとバックログを使ったことがないお客様に、使い方を、教育っていうと失礼ですけどお教えするっていう感じですね。で、その前提として私がまだバックログとかを使ったことがなかった時にエンジニアさんに教えてもらった話をちょっと挟んで、で上級編は、さっき小林さんの話でもちょこっと出たんですけど GitHub の一周とかプロジェクトで看板方式って呼ばれるものがあるのでそこを3秒ぐらい触れるっていう感じで主に初級編中級編をメインにお話をします。では初級編、メーリングリストで全てをやり取りしつつ、うまいこと管理したいっていう話です。でお客様なんですけれども、日本のとある伝統産業関連の団体で平均年齢が高いんですね。60代がメインかな。若くても50代の方でパソコンがかなり苦手な方が多くて、パソコンをインターネットにつなげないので原稿はいつも USB フラッシュメモリで手渡しみたいな方もいらっしゃるような、あとつい最近までファックスでいろいろ来てたりとかっていうような感じです。ただし、私にとって都合がいいことにほとんどの方が最近スマホに買い替えたんですよ。っていうのを利用して、いろいろやっています。なので、スマホの標準メールアプリだけで、全てが完結するようにしていこうっていうのが私の、工夫ですかね。お客様に無理にこうバックログをお教えしてもちょっと難しいなと思ったので、スマホの標準メールアプリで全部完結するようにしてます。その前提としてそんなに膨大な仕事量があるわけではなくて月に2本か3本の、記事更新があるぐらいっていうのが、仕事量の雰囲気です。で、やり取りはメーリングリストでフリーメールを使ってるんですけれども、そこでやり取りを全部済ませています。で、そのプロジェクト専用のアドレスを作っていて、で私に頼みたいことがあったらそのメアド宛てに流してくださいねっていうふうにお伝えしてます。で最初はバックログ の, スマホアプリとかもあるのでそれを使ってもらおうかなとも思ったんですけれども、その課題を分けたりとかっていう概念が結構その小売店の方とか多くて、そこまでやるの難しいかなと思ったのでメールにしてみました。であと LINE っていう手も考えたんですけど LINE だと全部話題が流れていってしまうので、それもちょっとやらないでメールにしています。でさっき小林さんの話にもありましたけれども1議題が1スレッド、メールスレッドになるようにっていうのをそれだけをすごく口を酸っぱくしてお願いしておいて、懸命に何々の件ですって書いて、でその同じ件にはそのまま返信してほしいと
で別件だったらメールを分けてほしいっていうことだけをすごくお願いしています。で、クロノは G メールの中でそのスレッドにタグをつけて、管理をしています。これが私の G メールのスクショなんですけれども、まあ、ラベルでそのお客さんの名前でもう関連するメアドは全部自動でラベルがつくようになっていて、で、スレッドが結構こう続いてますよね。で、返事しなくちゃいけないものとかチェックしなくちゃいけないものっていうのをさらに、ラベルを重ね付けして状態管理をしています。あと、この添付ファイルが結構ついてるんですけれども、その記事に載せるための写真とか、あとワードで原稿書いてくれる人もいれば、iPhone のメモアプリで原稿を書いたものをそのまま送ってくださる方とか、いろんな方法で私のところに原稿が集まってきます。で、あとそのお客さんがスマホでチェックできるようにっていうところで工夫しているのは、写真やテキストを ZIP で固めて添付しないっていうのがあります。そのまま添付して送ればこの写真でいいですかとか、そういったことをスマホアプリのメールアプリの中だけで完結できるので、あと PDF とかでも展開して見ることができるので、そのように心がけています。あとですね、その私がやり取りしているなんかホームページ委員会っていう部署があるんですけどその部署以外の人からも原稿とか素材が来ることがあるんですよ。でその時にそのホームページ委員会の人が別部署の方にこのアドレスに送ったら黒野さんにメール行くからって教えてしまうことがあって、でもその方はメーリングリストに入ってないわけなんですね。そうすると、外部の方が送ってきた時にそのメンバーじゃない人から投稿がありましたけど承認しますかみたいな通知が来るので、その時はゲストとして投稿権限を付与してホームページ委員会の人たちにみんなに情報が届くっていうように使っています。あとこれ超重要なんですけど、スマホが鳴ると怒られちゃうので夜中には連絡しないっていうのがこの方法ではすごい重要なことでございます。最低でも10時までには返信をして、朝は早めにっていうふうに心がけています。では中級編に行きます。中級編は顧客にバックログの使い方を教育。でどういうお客様かというと、ソフトウェアの販売代理店ですごい少人数でやってらっしゃって、Windows、Word、Excel、PowerPoint は使えるっていう感じです。で黒野はその会社のサイトの情報更新を全て受け負ってます。で最初お仕事を始めた時はタスク管理とかっていう概念は全然知らなかったので、最初メールにやってほしいことがうわーって全部書いてあったんですね。でそれを、仕事をしやすくするために、いろいろ変えていきました。で最初は、バックログっていうのがありましてねみたいな話をしに行って、交換日記みたいなものですって、ちょっと騙した感じにもなっちゃうんですけれども、そういうふうに一つの、議題に対してコメントを付け合ってお話を進めるんですよっていうのを、なるべくとっつきやすく感じていただくためにそういうお話をしました。で最初は会社訪問してもう隣に座ってこういうふうにお互いじゃあ課題を立て合ってみましょうみたいな感じでお話をして使い方を伝授しました。でこれも小林さんが言ってましたけど1タスク1課題の徹底。でも最初はやっぱり最初の投稿にわーっていっぱい書き込んでしまったので私が子課題に分割したりとかそういうこともしてました。今はもうかなり慣れてきていてうまいこと流動が揃っています。であとここの会社さんで注意しているのは、納品が終わって先方が研修が済んだらお客さんの方にステータスを完了に変えてもらうっていうルールにしてます。でそうすると月末にその完了の数を数えて、ページ更新が何ページあってバナー作成が何個あったのでじゃあいくらいくらご請求ですっていうふうに私が請求するための資料としてその完了のタスクを使っています。
で、担当者さんが30代ぐらいの女性だったんですけど、で覚えていただくのもすごい早かったんですけれども、産休にこの間入られたので、社長が70代前半かなの社長がいらっしゃるんですけど、社長もいやなんかそういうの使ってるんでしょって聞いてきていただいて、この間お教えして、今は社長も課題をバックログから投稿してくれています。はい。で、そういうふうに人様に今お教えしているような状態なんですけれども、そもそも、私自身があんまりそういったチケット駆動型みたいなものを知らない時期がありました。で、大体2010年頃かなと思うんですけれども、その時は受託がメインの仕事をしていまして、なんとタスクは紙に書いて終わったら線を引くみたいな感じか、Mac の、スティッキーズにとりあえず書き出しといてみたいな感じでやっていました。で、とあるサービス開発にアサインしていただいて、エンジニアさんと組んで仕事をするっていうことになったんですけれども、その方たちはいろいろ開発経験が多くてチケット駆動型に慣れていらっしゃる方々でした。で、こういうふうにな感じですね。さっき小林さんがおっしゃったようなことをエンジニアさんから私が最初に訓導を受けて、いろいろやってたんですけれども、多分小林さんの話にさっきなかったのは、なんか週1回にチケットクレンジングってその方はおっしゃってたんですけど、あんまり検索しても出てこないので独自用語かもしれませんけれども、週1でこのタスクは進捗具合はこうなので、何が問題点なのかとか、これはもう閉じていいんじゃないとかっていうのを顔を合わせながらお話しするっていうのをやっていました。これに関してはちょっと皆さんがこういう用語を使っているかとか、そもそもそういうことをやってるかっていうのを懇親会とかでお話伺えればいいなと思っています。なので私がエンジニアさんたちから学んできたことをまたお客様の方にも分かりやすく噛み砕いて伝えるっていう、なんかちょっと文化の継承じゃないんですけれども、そういった形でお仕事で触れ合う方に、タスク管理についてこう受け継いでいくみたいなところがあるのかなと思ってます。では、上級編、本当にさらっと3秒ぐらいだけ話すんですけれども、GitHub のイシューとプロジェクトで看板方式、さっきトレロの話が出ましたけど、それと似てます。で、最近までずっとお仕事してたのが都心にあるスタートアップ企業で、20代から30代前半の方がメインの職場に、常駐していました。コミュニケーションはもちろんスラックっていう感じですね。で、タスクは GitHub のイシューで管理していて、プロジェクトの機能を使って看板方式の管理をしていました。で、さっきチケットクレンジングっていう言葉が出たんですけど、そういう用語は使ってなかったんですけれども、この会社では習字のミーティングで火曜の朝に全員集まって進捗を把握していくっていうことをしていました。で、これこの後の三宅さんのセッションで詳しくお話しされるので私は触れないんですけれども、ここに入っているカードの一つ一つが GitHub の一周で、で、こう左から未着手、要件定義中、実装中、デビューリリース待ち、リリース済み、効果計測中みたいな感じで、状況が右に進むにつれて、進んでいく。で、カードを終わったらこっちに動かしていくっていう形で、タスクを管理しています。詳しくは三宅さんお願いします。はい。ということで、結構また早く終わってしまいましたけれども、今日の私の用意している内容は以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。